やっちゃれやー、やっちゃれやー、やっちゃれやっちゃれやっちゃれよ。どうも、いの町観光大使森直文です。本日はなんと、いの商店街にて約30年ぶりのよさこい演舞が行われるということで、私も観光大使として盛り上げてよさこい一緒に楽しみたいと思います。それでは行ってみましょう。よっちゃれ。そう、いの町よさこい演舞がおよそ30年ぶりに開催されたんです。伊野町の夏の風物詩でしたが、時代の変化でよさこい演舞はなくなってしまいました。しかし今年、若い世代で伊野町を活気づけたいと商店街の実行委員が企画、復活にかける熱い思いを聞きました。今の世代で本当新しいよさこいチームを作ってですね、演舞したいなっていうところがきっかけで、いろいろと企画をお話してる中で今回の流れになりました。なるほど。30年前よさこい祭りが、この町にあった時っていうのはどんな感じだったんですか？もう小さい規模や、私でなんかも踊ったこともあります。あ、踊られてたんですか実際？なるほど。じゃあ今日も一緒に踊りましょうか。じゃあ、いよいよスタート。森さんは地方車の上から盛り上げていきます。5000円どうぞよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。皆様お手拍子をお願いします。もちろんよさこいといえばこの曲も。思ってる以上に沿道の方の5000円が多かったり、それこそ西内さんはじめ地元の事業者の方が本当に喜んでくださってるので、すごい僕も嬉しいです。ぜひね、毎年の恒例行事にね、はい、また戻していけたらいいなというふうに思います。はい、僕も伊野町観光大使としてぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで伊野町よさこいで盛り上がったでー。